どうもこんにちは、世界的 VIP ゲンです。まあ掃除するじゃないですか。めちゃくちゃいいアイテムを僕ずっと使い続けてるんで、あ、せっかくなんでちょっと動画でシェアしようかなと思います。こちらでございます。ダイソンのハンディクリーナー。これね、あの昔ですね、忘年会のビンゴゲームでゲットしたっていうねものなんですよ。なのでまあ僕があの料金出したっていうか、まあ、ただでゲットしたものなんですけど、これもうほんと5、6年ぐらい使っててめちゃくちゃいいんですよ。しかも壊れない。あのすぐ壊れんのかなと思ったらやっぱりね壊れないんですよね。ダイソンすごいなっていうふうに、まあもちろんダイソンものもすごいんでしょうけど、いやダイソンすごいなって思いましたね。まずねデザイン見ていただきたいと思うんですけど、めちゃくちゃかっこよくないですか。何これみたいな感じじゃないですか。でここのなんかね上の部分がパープルですよ。紫ってかっこいいよねっていう感じですね。ここがですね、あのグリップ部分なんですけど、いわゆるガンスタイルというかそんな感じですよね。ここになんかあのトリガーがあるんですけど、これをねガッツとこんな感じで吸い込んでくれるっていう形になります。でこれね何がいいかっていうと、ここですね、まあ容量的にはそんなに多くはないと思うんですけども、こまめにね取り替えていただく必要がありますね。ここ赤いレバーがあるんですけど、これをパカってやると下の蓋が開くんですよ。でゴミをそのままゴミ袋にパッと捨てていただくことができるということで、簡単、取り扱いがとにかく簡単です。であとここにフィルターっていうなんかボタンみたいなのがあるんですよ。これを押すと分解できるんですね。で中にフィルターが入ってますんで、フィルターもこまめに掃除していただくと吸引力を失わずに使えるんじゃないかなと思います。もちろんですけども、これだけじゃなくてアイテムがいくつかありまして、まずこちらですね、ロングノズルタイプですね。こういったね細い感じ、なんか刀みたいな感じになってるんですけども、これをですねここにガチャッとつけることによって、いわゆるなんだろうな、なかなか掃除しにくいなっていうところあるじゃないですか。角にホコリが溜まっちゃってるよみたいな感じ。普通のキャニスタータイプあるじゃないですか。キャニスタータイプってあのなんかタイヤがついてて、あの本体があって、あの握る部分があってみたいな、あのご家庭で使われてる方はいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、あのタイプってパワーは確かにすごいんですよ。すごいし、ゴミを溜める場所がものすごい大きいからすごいね長く使えるんですよ、一回で。なんですけども、まあ別に例えば一人暮らししてるとかそんなに大きいのいらないよねっていう方いらっしゃると思うんですけど、そういった人ってスティックタイプのものだったりハンディタイプのものをねお持ちだと思うんですけど、もう気軽に掃除ができるっていう点がいいじゃないですか。キャニスタータイプになるとコードを引っ張って電気差し込んでみたいな感じでめんどくさいじゃないですか。そうすると掃除する意欲もなくなってきますよねっていう感じだと思うんですけども、こういったねタイプっていうのは充電タイプになってますんで、常に充電しておくことによってすぐ使うことができるっていう点が非常にいいところですよね。しかも思ってた以上に軽いんです。これ色的になんか重そうっていう感じなんですけど、すごく軽くて使いやすいんですよ。で吸引力がすごいんですよね。ちょっと見ていただきたいと思います。ティッシュなんですけど、いきます。おー、やべ、吸い込むところ。こんな感じで、ものすごいね、吸引力があるの、わかりづらいかな？わかんないですかね。まあ、すごいんです、とにかく。吸引力がすごくて、おすすめです。このロングノズルタイプは、まあ、なかなか手が届かないような、細いところとか、あの、サッシの部分とかですよね。そういったところを使っていただくといいと思います。し、あと、車とかですよね。車も、当然ながら、ホコリがね、あったりするんで、そういった時に非常に役に立ってくれるのかな、という感じに思います。そして、続きまして、これですね、ブラシタイプ。これもまた非常に便利でね、例えばですよ、めちゃめちゃホコリが溜まってて、ちょっとしつこめのホコリですよね。しつこめのホコリがあって、このノズルタイプじゃ吸い込めないよみたいな感じになった時に、このブラシでかき出しながら吸い込むことができるっていう点ですよね。非常にいいと思います。で、そしてもう一つ、これですね、もうザ掃除機みたいな感じなんですけど、これはいいですよ。これをつけることによって、このままぐーっとホコリを吸い取ってくれることができる。いわゆるカーペットとかに役に立ってくれるんじゃないかなと思います。カーペットに例えば細かいホコリがね、溜まってるとか、あ、なんか砂糖こぼしちゃったよとか、粉物なんかこぼしちゃったみたいな感じの時は、これめちゃめちゃいいんですよ。吸引力がすごいですね。しかもこれ、ロック機能がついてまして、これ動くんですよ、こういう風に。でも掃除しながら、なんか、あみたいなのが動かれたら困るじゃないですか。ちょっと、何これみたいな、なるじゃないですか。そういう時には、ロックをしていただくことによって、スムーズにね、ホコリを吸ってくれるっていう点が非常にいいところじゃないかなという感じに思います。でこちらのタイプなんですけども、ここにマックスって書いてあるの分かります？これパチッと押すと
はい、使ってる間ここ光るじゃないですか。これ吸引力がさらにアップするんですよ、通常モードより。これはねめちゃくちゃ嬉しいですよね。その代わりなんですけど、あの充電が15分ぐらいしか持たなくて、ちょっとそれはちょっと残念だなっていう感じ。普通に使ってればね30分以上ね持つんですよ1回で。なんですけども、ちょっとねパワーをやっぱ使うんですよねこれって。なのでまあ使いどころをしっかり考えていただく必要があるのかなという感じには思います。でこちら充電式なんですけども、こういったアダプターついてますんで、これでね充電していただくんですけども、充電してる間はここがね光るんですよ。で充電が終わったら消えるんですよ。なのであもう充電終わったなっていうのがすぐわかるんで、めちゃくちゃ便利です。はい、というわけで今回はですね、もう僕がもうずーっと使い続けているダイソンのハンディクリーナーをちょっとご紹介してました。まあこれからの時代、掃除機っていうのも使い分けっていうのがいいのかなと思って、例えば一人暮らしだと基本的にはスティックタイプのクリーナーですよねを使っていただいて、あちょっとこの細かいところをスティックタイプじゃやりづらいなっていう時に、このハンディタイプのものを使っていただくと。でご家族たくさんいらっしゃるところはもうとにかくもう使いやすさとかパワーとかそういったものを重視したいっていう方はキャニスタータイプですね。まあいろいろありますんで、まあぜひですねそこら辺チェックしていただければなという感じと思います。こんな感じでたまにですね、あの掃除すると楽しいんですよね。皆さんもあの暇な時に掃除やられてみてはいかがでしょうか。以上です。お疲れ様でした。